皆さん、こんにちは。ティーンダーのミラクルボーイ、キングトです。東日本の昭和レトロ自動販売機、青森県五所川市の朝日会館、これ、うどんが美味しいですよ。パチンコって。あとは、ルックワールド。これ、うどん、再開です。岩手県釜石市の928&090、これ、コインランドリーのところにあるんです。ハンバーガーが、このシンボル、ハンバーガーが美味しいですよ。おしゃれなレストランの場所、オートレストランジャンボ、これ、2013年変定しちゃったんですが、この自動販売の姿はすでにないそうです。秋田の雲沢観光ドライブイン、これ日本最北の自販機ラーメンだそうです。沢田商店、これね、麺類とバーガーが味わえるんです。はい。小笠井さん、これ小笠市にあって、これサクサクの天ぷら美味しいよ。山形実はあるんです。天童市、残念ながら就業してた、ドライブイン雨屋、これ引退しちゃったそうです。これ関山沿いにあって、これ悲しいですね。はい。新潟県村上市の今でもあるペガサス、これ自動販売機ありましたね。お菓子とか、これ一休み、私もちょっと行きましたね。はい。ホッポピー豊坂も行きました。豊坂、これ新潟ですね。豊坂にあります。これ高級パンハムに感動しちゃった。新潟県津波市のホテル後楽園もタイムスリップできる自動販売機三昧。いや、自動販売機三昧、うん、今も閉店した北カバハラ郡の桜井も残念ながらないです。栃木県足利市の UFO 鍵塾現時点も閉店しちゃって、今チャーシューのせ美味しいです。あとは群馬県みどり市の丸宮自販機コーナー、このもういろいろメディアで殺到してますね。テレビでもやってました。前橋市の富田町自動自販機コーナー、これも閉店しちゃったけど今はないです。これ美味しそうです。いろいろ分かった。コインスナックいいですね。伊勢崎市の自販機食堂もあったね。ハンバーガーやトーストサンド、うどん、いろいろあったね。群馬県のオレンジハート系列、この場所もいいですね。トーストとかいろいろ。はい。群馬県伊勢崎のアクツベティック、これピザがトーストが美味しい。藤岡市のドライブイン七起こしだっけ、ドラマ映画に多数登場した場所です。ドライブインセゾンは太田市にあって、ここ3県フルコース、いいですね。群馬県、埼玉県のビッグチェイスもこれ美味しいですね。はい。上品でいい味。秩父にあるのはゲームコスモス、残念ながらなかったけど、たくさんのうどん美味しいです。行田市の鉄拳太郎も、これ、末期の最先端の自動販売機美味しいです。上尾市のオートパーラー、上尾、いいですね。はい。オートパーラー、満腹、久喜市にあります、これ。麺は控えめです、要は。荒井屋オートコーナー、茨城県にあります、稲敷市。古くて自動販売機の星です。千葉県、成田市のオートパーラー、塩屋、これも、ゴルフに来る客が多いです。はい。というわけで以上です。バイバーイ。